で、もうあの、特設サイトの方で呼び込み始まっております。募集始まっております。ぜひそのスローコレクションの特設サイト。それではここで地震に関する情報をお伝えします。え今日午後11時8分ごろ地震がありました。気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ。この地震の規模マグニチュードは7.1と推定されています。 なお、この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。 福島地方気象台によりますと、今日午後11時8分頃地震がありました。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模マグニチュードは7.1と推定されています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。 各地の震度など詳しいことは入り次第お伝えしてまいりますが、気象庁によりますと、福島県南部、福島県の中通り、福島県の浜通りで震度6強の地震がありました。今日午後11時8分頃宮城県南部、福島県の中通り、福島県浜通りで震度6強の地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模、マグニチュードは7.1と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。それでは続いて、 続き地震に関する情報をお伝えします福島地方気象台によりますと今日午後11時8分ごろ地震がありました震源地は福島県沖で震源の深さおよそ60キロ地震の規模マグニチュードは7.1と推定されますなお福島県内の震度ですが震度6強が国見町相馬市新地町となっています 震度6強が国見町、相馬市、新地町となっています。震度6弱、福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、元宮市、郡町、川又町、天栄村、南相馬市、広野町、奈良葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町です。 震度6強が国見町、相馬市、新地町。震度6弱が福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、元宮市、郡町、川又町、天栄村、南相馬市、広野町、奈良葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町となっています。 県内では、その他、震度5強から震度5弱、そして震度4、震度3、震度1、各地で観測をしています。なお、一番強く観測しましたのは、震度6強の国見町、相馬市、新地町となっています。 先ほどもお伝えしましたが、この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。被害の心配はありません。なお、若干の海面変動が予想される沿岸ですが、青森県の太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の九十九里外房となっています。 これらの沿岸では今後半日程度若干の海面変動が継続する可能性が高いということです。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。今日午後11時8分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で震源の深さはおよそ60キロ、マグニチュードは7.1と推定されます。 震度6強が国見町、相馬市、新地町。震度6弱が福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、元宮市、郡町、川又町、天栄村、南相馬市、広野町、奈良葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町となっています。またその他、震度5強は、 白川市、二本松市、田村市、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、南相馬市、広野町、川内村、大熊町、岩木市、元宮町、桂尾村、飯舘村立村、稲わしろ町となっています。 今日午後11時8分頃地震がありました。震源地福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ。地震の規模マグニチュードは7.1と推定されます。なお、この地震により福島県、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。なお、若干の海面変動が予想される沿岸ですが、青森県の太平洋沿岸、岩手県、宮城県、 福島県、茨城県、千葉県の九十九里、外房と発表されています。気象庁によりますと、これらの沿岸では今後半日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いということです。この地震より日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 今日午後11時8分頃地震がありました。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ。地震の規模マグニチュードは7.1と推定されます。福島県内では震度6強が国見町、相馬市、新地町です。震度6弱が福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、元宮市、郡町、川又町、天栄村、